日本語において普通体と敬語体の使い分けはまあかなり重要なものでして、明確な線引きというのは、自分よりも年上の人に対しては敬語体、年下の人に対しては敬語体という使い分けを、します。まあ仲間内のケースですね。まあその場合に、日本では先輩後輩という言葉があって、これは必ずしも年齢に関わらず、入社年次によって分けられるものであったりするんですけれども、この場合、先輩であ、後輩であっても年が上というケースはあるんですが、この場合、多くの場合は、やはり敬語体を使うことになります。すなわち、先輩後輩よりも年齢が優先度が高いということではないでしょうか。日本語を話すアメリカ人にとって、ここを切り分ける線引きというのは非常に難しい部分があると思うんですけれども、私の感覚だと、多くの日本語を話すアメリカ人の方というのは全て敬語体で話されていると思うんですけれども、基本的にそれがコミュニケーションの障害になるということはあまりないと思ってます。基本的に敬語体は常に丁寧ですので、いいと思います。